今度はどんな物語なのかい？あたいは騒がしい人間は嫌いだよ。世界そのものが一つの大きな物語なのかもしれないね。あたいのお話、退屈だったかしら。思いつきで下僕として拾った。もしかしてあんたもなりたい？Thank you.
あたいのお話、退屈だったかしら。あたいは騒がしい人間は嫌いだよ。今度はどんな物語なのかい？あたいのお話、退屈だったかしら。こいつら、思いつきで下僕として拾った。もしかしてあんたもなりたい？